依頼された方からのご希望ですね、ご相談ですね、記事を執筆したいんだけれども、書き方がわからないということですね、どう書くのか、書けばいいのかわからないという場合ですね。まあ、記事もですね、ただ趣味で書くものだったら自由に書けるんですよね、当然ながら。ただですね、やっぱり稼ぐために書くってなると、ビジネスブログの記事っていうのはやっぱりそれなりのノウハウがあります。タイトルと、見出しですね、あと本文にキーワードを適切に散りばめていくという必要があるので、やみくもにやっても意味がないです。記事の構成の仕方ですね、キーワードをどういうふうに散りばめるかって構成の仕方を早めに身につけて、自分で書くことよりもですね、優秀なライターさんにまとめてもらうという方法を僕はお勧めしてまして、外注さんとの上手なやり取りの方法ですね、こっちを学んでいった方が記事で稼ぐってことは早いと思います。まあ、自分で書きたいという方はこの限りではありません。